えー、千葉県柏市のトムさん。おばが教育委員会で事務のパートを20年ぐらいやっています。おばの話を聞く限りでは、一緒に働いている人はおばも含めて全員が教員経験者です。いろんな話を聞いていますが、子供の教育に関する仕事よりも、働いている先生のための仕事の方が多いような気がします。そもそも教育委員会や、えー、教員委員長。 は誰がどんな人がどうやってなるのか、誰に任命され,てされてなるものなんでしょうか、また給料とかはどこが払っているんでしょうかということで、任命するのは首長さんというお話でした、委員長は委員の中から選ぶということでしたね。はい、はいはいはい、お給料はこれ、どこが払ってるんでしょうかっていう質問なんですけどもど、はい、お給料はこれ、教育委員さんは、あのその市町村教育委員会であれば市町村、都道府県教育委員会であれば都道府県が、うん、あのお給料をまあ支払っています。ただし、うん、この5人のの人教育員さんってのは非常勤 非常勤ですので、給料は自治体によって結構ばらつきはあるんですが、月数万円程度というところが多いので、それだけで生活できるものではありません大体の方は、じゃあ、兼業でされるということですね、お医者さんされていたり、企業を経営されていたりとか、あるいは主婦の方とか、退職された校長先生がなる場合もありその候補者って、誰がピックアップするんですか えこれはですね、まあ、あのもちろんあの権限は首長さんが持っているの、ええ、ですが、まああの、自治体によって結構あの違っていて、慣、ま、習、あ、的に、はい、例えばその、えー、校区ごとに1人ずつっていうようなあの、各中学校区ごとに1人みたいなケースもあれば、ええ、なんかこう職業でなんとなくわ枠があって、<ー>医者の人が任期が来れば、じゃあまた次医師系の人で次に、弁護士系で1人とか。みたいなこともありますね。これは自治体によって結構違う。 特にルールはそこにはないということですかいはい、そうですね。はい。じゃあ、もう本当に地域によって教育委員会ってクオリティが。 バラつきがあるということになるわけでしょうかね。まあ、その教育員さんの、まあ、あの、パーソナリティとかで熱意によって、うん、あの、結構変わってくるものではあると思います。まあ、あと、保護者は一人入るということにはなっています。えー、いじめ対策なんかで教育委員会、よくメディアでは叩かれましたけれども、僕、教育委員会によってはっきり違うなと、あの、しっかりといじめに関して、あの、日常の中から各学校にね、あのどういった対策をしているのかとか、アンケートを頻繁にとって、いいまとめの報告書を出しているような教育委員会も中にはあったりするんですよね。えー、はい。えー、そうですね。あのオツの いじめ事件が非常にクローズアップされたんですけれども、えーまあ、すべての自治体でああいうことが起こっているわけではもちろんないので、あの適切に対応している教育委員会というのもあの多いというふうに思います、はい、ある意味では、まあ、クオリティの管理をどうするのか、はい、どういった仕組みがそれに最も適しているのかというのが今のテーマになっているということはありますね、はいえー、またあの、教育長と教育委員長が分かりづらいという話があったんですけど、はい、これ、どういうことなんですか。 あのまだというか、まあ、非常勤なんですね、やはり、えーでえ、この5人の中から1人教育委員長を選んで、えー、残りの4人の中から1人教育長を,を、まあ、兼ねるんですけれども、はい、教育委員と教育長を兼ねる方を1人あの選びます、えーで、この方は教育長としては常勤になりますので、あのもう常勤なのであの、それだけでもちろん生活できる給料を頂い,いて、はいで、日常の、えー、実務はこの教育長が取り仕切ると。 いうことになっています、うん、なるほど、教育委員の任期は4年です、年間はい、で教育長も、はい、あの委員と兼任しますので、えー、その委員のにいる間は任期ですね、つまり4年間が教育長の任期ということになります。4年やったら、また4年とかって延ができるんですか、あ再任は、はい、か可能です。どういう方があの大体こういった教育委員会のメンバーになりがちなんでしょうかね。 はい、あの先ほど申し上げたように、医者とか主婦とか、ですね企業の経営者とか、あとまあ退職された校長先生とかいうパターンが、えー、まあ教育委員さんは多いですね、で教育長さんは常勤なので、はい、これはあの、えー、っと大きく2つありまして、1つはあの教員出身の方ですね、はいはい、で市町村なんかだと、校長先生を終えられてから、まあ、教,あの教育長に。 就任するというケースが一つ、うん、もう一つは、えー、その市役所とか県庁の職員さん、ですね、えー、一般の行政職員さんがあの教育長になるということもあります、この方はだなので、その教育の専門家というわけではありません。 枠くみたいな感じになってたりすると、ね、あの、それで、ま、つ、あの、顔が、ま、通じるので、コミュニケーションが円滑に行く場合だって、あるでしょうけれども、はい、何かの温床になったりというか、何かその、滞ったりするようなこともありそうですよね。そうですね。それはその方の、まあ、あの、なんていうか、仕事のやり方とかですね、えー、姿勢にもよるということです。うん。さて、教育委員会ということで、ま、いろいろな話が出てまいりましたけれども、どうなんですか、大体再任されるものなんですか、教育委員会、メンバーは。 えとそうです、まあ、あの再任されることもあるんですけれども、任期、えー、としてはです、ねまあ、平均すると 1, 1期ぐらいですね、2期やるケースも少なくはないんですけれども、はい、まあ大体1期か2期という感じになりまわ、まはい、割と短いのが、まあ、平均的だということになるんですかねそ,そうですね、まあ、3期12年とか4期16年っていう方もいらっしゃるんですけどそこまで多くないかなとそれはでも、先ほど言ったような学校、うん 学校の先生だった人とか、あの役人だった人とかっていう人が、その後やるから、との問題とかだったりするんですかまあ、それもあると思うんですけれども、教育員さんも非常勤とはいえ、責任がありますし、はいで、教育長さんはやっぱり日常的にいろんな仕事をしますので、はい、やっぱりなかなかカードな仕事だと思うんですね。だから長く続けられるというわけでもないということですか、はい、ね。はい